やどうだってか。今井と。おしりそう。今井と。よしめよ。いやー、10日目はみんなみんないい車乗ってますわ。はい。ありがとうございます。でもね、一人ドブ草を食ってるやつがいる。ドブ草。ドブ草。ドブ草か。それとも結託ソマシーンか。それとも名鉄タクシーを乗り回してるやつがいる。そう、俺だ。今ほぼ岡崎在住なのにもかかわらず車を持っていない。マジで辛いね。岡崎に来る人は本当車運転できないと生活できないんですからね。そうなんでね、考えられない生活は。考えられない。で、それでね、僕思いました。これもう軽率な発言なんですけども、はい、そうだ、芝生に車をプレゼントしよう。ん、なんでだ。プレゼント。どうぞ。誰が金。東海オンエアか。僕らの。あーはー、自分の好きなのをカードに乗りたいけど、一旦みんなからプレゼントされてみたらどんな気持ちになるんだろうなって。いやいやいや、車って一旦とかじゃないから、ね。うん、そんなめちゃくちゃいい車を買ってあげ、普通にプレゼントすることはないじゃん、多分。そもそも高いものだったらね、うん、無理だよね。いや、いいんですかってことですよ。逆にこっちはいいのって思うけど、うん、もちろん乗りますよ。もう乗り潰します。だったらね、別に5人で協力して車なんて買えないことはないから、うん、全然ご要望とかあればそれもいいじゃん。そうだね、聞いておきたいね。一人乗りだけはやめて。大事。2人以上っていうのは2ならいいんですよ。いや、でも4あったら全然嬉しい。あー、っていうの言っときます。要望としては、あと機械駐車場があるところに住んでるんですよ。めっちゃでかいの以外は多分あると思います。はい、と、白とか黒の車やめてほしい。おー、それはそうかな。まあね、その気持ちは分かる。せっかくだからっていう。そんなもん、今のところ今のと大概の車が当てはまってるけど、大体大丈夫です。もっと言った方がいいか。内装をちょっとワイルドにしてほしい。おお、内装ワイルド。はい。例えば、まあ窓とかね、ウィーンじゃなくてこう。パワーリンなわけはないよね。パワーなわけない。なんでそっち求めんの。ワイルドポイントが1個なんか欲しいなっていう。そのくらいか。そのくらいか。はいはい、はい、そのくらいです。わかりました。大体は他の現場もしばらく期間ときます。じゃあ楽しみにしてた。まだわかんないですけど、一旦出てきてみる。あ、ほんと。なんとかはするよ。なんとか。そうとか。友達のお願いだと。なんでもいい、なんでもいい。はい、ちょっと話しとくわ。いちご大福で買ってきて今。ここでやらした方がいいな。いや、でも車ない。さあ、ということでとんでもないお願いされましたけど、はい、マジみんながいくら出せる。俺今30ぐらいかな。ああ、でなると150万になると買えるかなって心配になって。僕は150じゃ足りないな。内装代で100万ぐらい使う気がするんだよ。200前後で考えてます。じゃあ、まあそうやって無理やってなったらまた予算上げる方がいい、ね、と言ってもだからどうするって話になっちゃう。なるほど。はい、あれ、あれ、なんだよ、こう、なんかちょっと撮影してるからさ。車に詳しかったら別だよね、話が、ね、詳しくなさそうじゃん。完全に東海オンエアとは関係ない人がいますね。そうだね。違うよ、一応撮影中なんだから友達呼ぶとかさ、自分のかっこいいとか見せたいのは分かるけどさ。いやいや、あの人、太ってるけど、うん、車屋です。え、車に詳しいってこと。え、だからつなぎみたいな。あ、制服ってことだね。サイズは服はあれしかない。違う違う違う、最初から言ってもらったわ。おー、俺の案出したのに。来て来て来て、じゃあ来てよ。はい、来た来た。はいはいはい。ちょっと悪口多いわ。ちゃんと背中に成田モーターズ。モーターズ半端ない説得力ですこれ。半端ないな。なんだそれ。ってことは、俺らがちょっと案を出したら成田が具体的な解決案的なものを出してくれるかもしれないってことですね。そうなりますね。助かるな。すげー。今話ちなみに聞いてた。聞いてたよ。そこにいたもんだって。話違えた。200万前後ってのは結構選びますやっぱ。200万前後はいけるんじゃないですか。側はなるべく安い方がいいんじゃない。そうだね。そんな気がする。古くて安いやつを買ってこだわるとこに金かけるから。車検まとおるやつがいいよね。もちろん。そうだね。いや、ほんと車検通らん車出したらうちの会社潰れちゃうから。ダメだから、この全員不幸なんだ。車種決めた方がいいんじゃない。そうかい。芝湯ってエブリィのイメージ。ああ、そうね。これ望んでる感あるじゃないですか、芝居。ちょっとエブリー望んではいるんだろうなって感じは。え、どうなの、あれ、いくらぐらい。エブリー安い。安いよ。何十万ぐらい遊べるんじゃない。だから5、60とかで。しかもこれだから30万円安いのよ、これのグレードって。イメージだけどさ、車高バカ上げてタイヤバカちっちゃくしたらどんな見た目なのかな。走れるよ。って感じなんだよな。ウーハー乗せる。ウーハー一応ね。音こだわってあげる、普通に。ああ、ちょっと上がらん。色とかどうします。まあ、黄色は取り入れながら、黄色だけじゃない方がいい。金色とか。あ、金もできる。真っ金金。でも真っ金金だとラッピングになっちゃうかな。ビリを買って現物見ながら考えたいんだよ、もはや。
確かに。それが一番いいかもね。じゃあまずはもうエブリィを購入するとこから始めましょう。そうですね、うん、じゃあそこまで飛ばしちゃいますかね。うん、懐かしのエブリィが届いたところまで。ブー、言ってよ。こうみんなこう言ってよ。これですか？うわ、これか。届きました、ついに。久しぶりだ。懐かしい。うわ、懐かしい。この荷台やばい。おお、じゃこれまさか、じゃあ。じゃあ、これまさか、これだよ、注文の注文のやつ。これこれ、人枠すげえ。それ探すの大変だったからね。あ、そうなんだ。大体みんなこれ嫌がる方だもんね、こっちは。ちなみにですけど、これおいくらですか？50っす。意外とすることない。毎日来たね、高かった。面識の割に走行距離伸びてないやつか。あー、なるほどね。そうそうそう。じゃあ長く使えるいいやつだ。そう、長く使える古いやつ。最高じゃん。シートやばくない？このペンペンって感じ。いやでもなんかちょっと魅力感じちゃうな、この。あ、いい、なんかすごい友達のお母さんに車乗せてもらってるみたいな気持ちになるわ。この気がする。あー、いいね。シンプルですね。はい、いいよ、物もこんなに乗るし。めっちゃ広いじゃん。こうしましょうね。まずタイヤをちっちゃくするっていうのは、これが限界です。なるほど。あ、なるほど、ね、じゃあもう車高上げだ。こっからどんだけ上げれるか勝負。これ、うん、どんぐらいいきそう？俺が今調べてていけそうなのは10センチぐらい上げる。もうここからここ上がるんだから、ね、10センチ上がるってやばいのよ。やばすぎ。内装は、内装は結構さ、そう、何でもやれるから困るっていうのが。そうだね。とりあえずこれ外すやん。取っちゃってなんかスロットとかにできませんか？スロット？スロットの液晶つけるってこと？オーディオ全部さ、後ろに積むって。バカうぜ。荷台開けて後ろから CD カチャカチャ入れてないな。なんかあと何やってます？よくあるのはその内装のシートとかを色変えたり。シート変えたくない？さすがに困る。変えたい、変えたい。ちょっとね、全黄色とできるのかな？やれることないね。あ、できる。千葉優のエンブレムなんじゃないかな。あの、リンマニシティのチャンネルログ。あ、いい。あれいいじゃん。基本外だけで30くらいかかる。そんなスーパーで中も行ったら倍ぐらいいいんじゃない？あとなんかあるかな。ドア開けたりエンジンかけたら絶対この音鳴るんだよ。あ、そうなるかね。光がブクって走ってさ、システムオールグリーンで。ああ、それはできる。ああ、いいじゃん。それは上から降りて、アンド今日は着2機よとかじゃないですか。ここのシールド出てくる。ちょっと長い。ギミックは無理だわ。ギミックは無理。まあ、喋りすぎると完成のあれもなくなっちゃうんで、まあ、今日はこのぐらいにして。はい、だいたいこんなもんですかね。視聴者さんと柴犬にはここから先はお楽しみでって感じします、ね。はい、じゃあお願いいたします。お願いします。僕らも制作頑張りましょう。はい。ということで、柴犬の車が準備できました。よかったな。やっと。マジで嬉しい。え、いつぶり？3、4年ぶりぐらいですかね。お金でちゃんと、すごいよ。自分の車っていうのをもう一回もないかもね。だって親になってそれを乗らなくなって早数年、ようやく自分だけのマイカーを手にすることができるようになりました。素晴らしい。初マイカーよ。本当にね、5人で協力してついに完成したのでね、それを今から見て分かる通り、後ろにね、僕らの車が並んでますよ。はいはい。1個だけぽっかりとね、前歯が開いてしまっている状態です。おう、ここに今からね、来ていただいて6人のこの並びが完成するといった感じですね。いやー、暑い。一回もう僕ら前向いた状態で後ろから来るんで、おう、ここにつけてもらいます、ね。おお。それでは早速、柴犬の車、登場していただきましょう。え、あの音？いやいやいや、たまたまややこしいの来ただけ。俺ら、お前にいくら払ってる。おっ、おぉ、近づいてる。あ、来てる。来た気がする。来た、来た、来た。来たぞ、来たぞ。来た。痛い。じゃあ、せーので振りまきましょうか。来い、来い、来い、来い。それでは、ついに柴犬さん、納車でございます。おぉ、みんなで一斉に見ましょう。はい、はい。3、2、1開け夢の扉。はっ、よいしょ。おーやばいや。こちらでございます。すごい、めちゃくちゃ可愛いよ。可愛いよ。チョロキオル。あ、いや、ちっちゃ。うわ、そこだわりポイントちょっとね。こだわりポイントがいっぱいありすぎるんで全部見てみましょう。出そう出そう。はい。じゃあ豚さん来てもらって。はい、おはようございます。
でしょこれ。いいわ。ちなみにこの車両何かわかる？もしかしてエブリー？大正解。よかった。当たり前だろ。昔お母さんの車。それずっと乗ってた。絶対それと同じ型で。窓見て。うわあ、くるくるがある。くるくるがある。全速自動じゃない。車高をね、10センチちょっと上げる。上げた。上に上がってる。すごいよね、この下の部分。細かいところ行くと、バンパーって前側の顔ね、短くなってる。普通のエブリィ。そうだね。こだわりの内部行きますか。そうですね。じゃあ入ってください。中どうよ。中内装すごくない。内装やこれ、ね、すごい高級感あるやん。なんかもうすごい、この画面黄色しかねえよ。うわやば。黄色すぎ。おもちゃおもちゃ。それちょっと待って、ちょっと待って。え、何、どうした。ん、なんすか。ん、なんだこれ、夢なのか。どれ。スロットがあるんだけど。ええ、これスロットだな。これ担当したの誰ですか。これ担当したの僕です。僕と虫さんです。これはあのどういうことか説明してもらっていいですか。これは説明も何も言って終わりなんですけど、はい、ずっとスロットが流れ続ける画面です。タッチで止めるとかはできないですし、ナビ機能があるとかでもないです。ナビがないらしいです。え、ナビない。 Bluetooth 的な。あ、でもその辺もちょっとあの説明があるんで、うん、じゃあ音響監督誰でしたっけ。あ、音響僕です。あ、都心さん、じゃあ、はい、音響の説明をお願いしてもらっていいですか。さすがにね、音響車の中で音楽聴けるのはまずいっていうことで ね、 そうね、ちゃんとつけました。でしかも CD も聴けるんです、ちゃんと。すげえ。はい、わかります。 CD がですね、一番後ろです。え、降りてください。え、はい、後ろに CD？ 一番後ろに。あ、そう、なるほど。 CD 後ろなんですよ。はめ込んだんだ。音楽聴きたいなって時は車止めてんだよ。スロわけでいいよね。スロットか。スロットか。こっち来て。はい、見てください、はい、これです。はい。でっか。ちょっと待って。進んでんじゃん。おい、これでクラブか。じゃあ音楽、はい、こちらです。早いよね、我々。はい、もう軍歌で軍歌集をバシッと日本の軍歌大全もうベストを入れておきましたんで。入れた。一回ちょっと止めてもらっていいですか。え、ちょっと待って。え、これをチョイスして流したんじゃないの。成田君、これどういうことですか。CD を出す操作が基本できません。これこれじゃないよ。でも出せないわけじゃないでしょ。本当に好きで、うん、物理的に出せないわけじゃない。出せる出せる。どうしたらいいですか。出せなかったら、まず僕に一回連絡してもらって。ごめん、 CD 撮りたいんだけどっていうと。何してるの。何も来てもらって。僕がこのボックスの中でいろいろこう外すもの外して、どの CD がいいって聞いて、それを入れてまたはめます。バカだね。ちょっと待って、うざいのかな。じゃあ次行きますか。運転席に座ってもらおうかな。はい、続いて僕のこだわりポイントなんですけどね、はいはい、レーダーがね、取り付けてあってすごい実用的なものなんですね。付けさせていただきました。その時にちょっと変えれるものがあって、エンジンかけた時の起動音的なものがあって、それをぜひね、カスタムで楽しんでもらえればなと思います。すごい。じゃあちょっと皆さん聞いてください。じゃあエンジンかけてもらって、いきます。はっ。脊椎連動システムを開放。接続準備。音電圧に問題なし。シナプス計測。シンクロ率 41.3%。 第1番から15番までの安全装置を開放。電磁誘導システムは正常に作動。進路クリア。オールグリーン。発進準備完了。シバンゲリオン初号機発進。でございます。起動音30秒。いい。これはいい。あ、これいい。めっちゃいい。めっちゃいいんだ。え、てめえの声。あ、全部俺の声です。クソが。そこ凝ってくれたらもっと良かったのにな。なんでおめえなんだよ。これで発信するね、気持ちも整ったところで、はい、それ以外の運転とまた別というか、お楽しみ部分かな。クラクションをやりたかったんですけど、はいはい、どうしてもやっぱ法規的なところがちょっと、うん、怖かったんで、別で音つけちゃおうってことで、レバーをずっと上に押し続けてもらっていいですか。これね、こんなレバーないよね。この綿棒みたいなやつ、ね、緊急脱出。上にね、押し続けていいですか。はい、いきます。はっ。
おー、すごいね、これ何これ止まり方やば。音の大きさも変えれるし、音色も変えれるんで。おお、いやでもあれなんだよ、その行動で走りながらとかだとまずいんだよね。あ、ダメダメ、あ今ダメ。こういう時に遊びで流すやつ、こういう時よ。コントローラー的なやつがあるんで、これをカチッと動かしてもらって、音色を変えるとちゃっちゃいな、なんか動物の声とか。他聞きたい、他聞きたい。なんだこの機能。あ、めっちゃ聞こえる、めっちゃ聞こえる。おー、でかく聞こえるね。この白いやつだよ、これ。これがスピーカーかな。ほんとだ。これ何、これ何、うるさいうるさいといった感じでございますね。まああとは今日今ちょっと明るいから分かんないですけど、うん、ライトカチッてつけてもらっていいですか。あ、いきますね。どう、あ、おーおおちゃんとついてる。すごい、これはいいね。夜とかいいよね、これね。足元もこれ光ってるんですね、一応分かんないけど。ちなみにこれ夜やると、うん、マジで明るいっす。白いの顔全部見える。シートとかね、うん、上もね、レザー、黄色いレザー貼ってるから。すごいことだよ、これ。レザーって結構高いでしょ。マジで黄色いから、ね、内装の時間がかかったもん。内装マジで時間かかった。この辺とかも全部ね。とっか、最後の完成の儀式があるのか。あ、そうだね。エンブレム的なのがないんですけど、まあ、それを貼ってもらおうかなみたいな。お、おお、最後完成の儀式やりましょう。なるほど、はい。芝居言うといったらやっぱこの、あぁ、おぉ、ピンマリシティ、ピンマリシティ。そんなエンブレム5枚持ってるんで。おぉ、これめっちゃいいじゃん、ほら。いいね。納車ってこんなことするんだ。知らなかった。ちなみに何番も一応。そうだね、芝、芝。おぉ、偶然の芝さんだね、これ。すごい、偶然の芝さん、芝さん、芝だね。じゃあ順番に貼っていきますかね。はい、顔腹立つ。うわ、斜めうざ。よいしょ。うわー、うぜー。よいしょ、いいね。よいしょ、おー、いいね。じゃあ最後、正面にエンブレムをつけてください。はい、はい、じゃあエンブレム、はい、いきます。完成だからね、これね。ここかな、いきます。うわー、納車、これからよろしく。おめでとう。この車ってマジでキモいやん。キモっ。めっちゃ見てくるやん。いいね。いや、素晴らしいね。俺らも嬉しいね。これ素晴らしいわ。ということで、こちらですね、僕たちからのプレゼントですけども、一応大切に乗ってもらいたいんで、値段も一応お伝えしておきますね。あ、お願いします。はい、この中エブリは250万円になります。うわエブリィね。エブリィがやばいでしょ。250万おごってくれたんでしょ。やばいことでしょ。すごっ。うわ、ありがとうございます。じゃあ早速6台並べて写真撮りましょう。やった、やった、念願した。じゃあ渋谷ちょっと運転で下げてもらって、これからこういう姿で街中走ってますからね。うわー、来た。うわー、すごい動くんだ、あいつ。面白い。パシッとハマった。おらえおらえ、これ高いもん、めっちゃ。エブリィが一番車高高いよ。みんなで写真撮ろう。うわー、これはいい。いきます。はい、チーズ。オッケー、よっしゃー、よっしゃ、すごい。はい、ということで無事に納車終了でございます。軍艦ウーハーとかスロットとかめちゃくちゃうぜえなと思ったんですけど、トータルするとめちゃくちゃ嬉しいですね。よかった、喜んでもらえて。嬉しいな。堪能してください、世界一台の車を。ありがとうございます。ということで、街中でね、芝生の黄色いやつを見つけたら全員あの手振ってあげてください。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。